強キャラ同士のぶつかり合いが見えてもミラーが発生してるかなっていう。そうですね、ミラーが見えても全然おかしくない。申し込みできます。大丈夫ですよ。日本の大会では結構クラウドとかベネットあんまり見ないと言われるんですけど、北海道も全然少ない方の部類で、むしろいろんなキャラクターが見れる面白い大会になってますね。さあ、やはりグラグラぶつかってきましたね。お互いに自分の立ち回りを押し付けて勝っていきたいの。そうですね。さあ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 、ステージはどうなの。ライラットライラットかな。いえ、それとも終点か。お互い肩拍手をして試合を始めて、終点で始まりました。終点の終点か。ユリカ VS D、 お互いクラブ。ゴー、サービアンセミ始まった。お互い様子見てて、まずユニットでどちらが先に食べるよ。俺食べるよ。じゃあ俺突っ込むみたいな。お先でどうぞみたいな。そういう感じ。さあ、ユリパスコミ顔切れ入って、19番やはり惜しい。後ろだけ16番だけ、もう分からない。全然ね、どっちが取れるか分かんないですからね。そうですね。お互いのお互いの嫌なことを知っているカードですね。間違いなくそういったところではあります。表示を前段カード、そしてクーシロしっかり判断早い。クーエネが当たるよ。ジャクジャクジャク3面入って、おオフボードしてる。怖い踏んだらね、さすがにユニット使わざるを得ないですからね。非常に面白いかなと。クエネクエネクエネが入って、ボンバーだかな。さあ、デラックスみたいなコンボが入るな。終わった。競技で発が当たる。恐ろしい。それがリミットない状況で立ち回りになる。いやー、ちょっと当たったらもう終わりでしたね。これだけで。おっと、さあ、無事に駆け上がりが、お互いやクラウドが少し今不利な状況で。そうですね。ちょっと上入って、カードして、クイエネで返してます。お、なるほど。安定して上がり。ハムスタ教も当たったけど、クラウンドが落としたけど、きついぞ。そうですね。当たりながらよく変える。なんかこう、踏んで、さすが何もこなかった。なんか差し合いの状況ね。さあ、このリミット大事にしていきたいが、しかし、まあ使わざるを得ないでしょう。復帰がもうどうせもう。ええ、やまりませんね。さあさあさあ。お互い先にリミット吐いて離していった方が、そうですね、やりやすくなるのではないでしょうかというところですよ。ユニヤさんクラスのほかほかだって、ものすごくおかおかしている。おかしい。赤いのが見えます。結構意図せず、そうです、意図しないわずに死にそうな。もう逃げ刺さったら、そうですね、もう東に飛んできます。周りにも、そうです、お互い技を見せて立ち回り決定して崩した。おっと、つかんでほしい。1人倒しだ。負けそこへ取られてる。おうおう、クラウドで本物のパーセントまで残るのって珍しいんじゃないですか。なかなかないんじゃないですかね。つかみ出したらちょっとリミットたまる、たまるたまるぞ、これ。おっと、はい、しっかり刺して、ユニカクラウドが1本先に取っていく。このままストックを持たないように結構立ち回っていきたい、ユニカクラウド。そうですね、空車で降りて、しっかり取っていった。お、これは恐ろしい恐ろしい。クエ、クリコ2回ですね。もうギリ、やはり途中でカード取っちゃいますね。なかなか難しい。そうですね、あれは結構判断つきにくい。冷静にならないとちょっと前段ガードが結構おっさんに足出し。おっと、怖い。何があった。おー、上 B 刺し。上 B 今回ちょっと復帰した。前回ぐらいの時にひどい目に遭ったんですね。結構まとめ動画に取り上げられるぐらいのものを放ってしまいましたからね。ディーヤさんはなかなかこれ恐ろしいですね。今回安定したタコを持っていただきたい。お互
ない崖からの上がり方が悩むところで、おお早めに入って、さあリミット入ったが、しかしあっそうしっかり行き着いてついてない、キラキラと言っても崖底にいる方が立ち回りとしては厳しかった、やはりうまいですね、いかに自分の立ち回りを取りつつ台の真ん中ちゃんと見てるから、このカードが大事になっていくと間違いないですね、そこが大事になってくるのかなって言ってるでしょう。でも結構崖上がりとかもクラウド自体空上とか空下とか結構卓はあるので、その卓を台上にいる方はどうやって通さないで、通させないで崖を守り守り抜く大事なポイントです、ね、ここでリンヤさんがさあ、KB さんリスペクトの赤色カラー、赤色カラーだとちょっとカラーカラーで変わっちゃう、レッドカラー、レッドカラー、さあ、始まりよ、シナイラさんベアロス1000名ですね、カードはなるべく崖外に出されたくないカードである、ここがビヨネッタ側としても範囲で技は打ってはいけないというようなことですね、さあ強切り刈られて引かれる可能性もあります、ウィッチタイムでは隙を読んで踏み落としていく、クラウド側が優位を取ってどん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 変わっていく、甘えたチャンチにしっかり強切りバッチリですね、もう持続に当てる三段だったのかも分かんないな、そうですね、持続長いので、悪いことはないので非常に長いですよね、あれ角は立つしてるので、さあ、クラブが NB 巻いてる、 NB 地上で巻いた方がパーセント高いんですか、そうなんですね、地上よりおっと、これはもう怖い、ずらして、そうですね、おぉ、ジャンプしてしっかり上がっていく、リミット溜まってきました、あそこでさすがにパーマス気分にもなれないです、おぉ広がってくれれば死んでた、リミット側が一回刺して、さあさあさあコントローラーを守させて、こっから後ろ後ろ、まだまだ、あっ下やしっかり安定させてます。おっと生きている。まあまあ、おっと生きていた。もう一発空白入ってたらちょっとわかんない。そうですね。お互いもうこの技刺しても完成してしまうような結構意識の。おっと。もう一回タイム入って、やはりしっかりマスト。秒でどうしたのディアさん。おお溜めて怒りの。ウルスのため無敵やんねん何をしても悪いことなんだ、ちょっと暴れの台を降りながら限界を変える、台降りクエ強いですね、強い、判定がちょうど台の上で非常にそれでいて自分の体が下にある、大変ありゃいい技だね、クラダガーヨネタ側は相当パーサーに食べて痛い技、クラウド側はどんどん QF クリップおっおっと、うわ貪欲すぎる、なるほど、ちょっと誰を上の方で当たったら分かんない、さて、いやだいぶの状況怖い、怖いですね、これは何でくらいには行きたくない、そうですね、上 B、 そしてここからここまあさすがにここが刺さってきたら、もっと10回、さて、さあ、あれよあれよとパーセントが溜まって、本当に怪しくなってきたくて、ビアネッタの2を結構飛びましたね、そうですね、曲がりにくいな、判定も長いので地獄の方でも結構飛び方が怪しいな、あいつはいけすねんですからね、そうです、そこがちょっと怖いです、震えぬ震え震え、リミット溜まってますからね、しかしベヨネットもミッチタイムがお互いいい状況ですね、そうですね、クラウド側何か通して強切りとか UVP とか、あこの時はしっかりが上切りだ、掴んで投げる、ゲソクに出してベヨネット側としては甘い立ち回りができる、おー抜けている、あおっと後ろで撃墜、ビヨネット
さあお互い1-1、1-1やってました。キャラ替えが功を奏しましたね。そうですね、結構ベヨネッタの立ち回りはやりやすそうに見えましたね。今の試合ではウィッチタイムが結構刺さってたところがあったので、ここを次の試合でどうやってやっていけるか見ものですね。最後の試合はお互い立ち回りが硬くなってしまうんでしょうけど、ここでDD。 なるほど、イルカ選手 DD を選択。強キャラしか見ていない。まだ強キャラしか見ていない。ここ、まあ、こう、まあ、お二人強キャラすごく使えるいいですよね。ベヨネッタ側からしてる DD が結構怖いので、ね、それをどうやってベヨネッタ側を振り抜くか、なかなか難しいですね。振りだけ、さあさあ、おお、バッドウィズイン。怖い怖い。惜しいわね。さあ惜しいわねと。まだ当たってるのに惜しいわねと。言わんばかりに。まだ出して。おお、惜しい。噛まれて。なんかやっぱりここは少しずつ。パーセント的にはディディ側が有利というような状況。もうなんか安い攻め方は全然やりたくなっちゃう。おお、どのパーセント体感でも本当にリアルだとありえてしまうので、飛び道具しっかり下がりますね。そうですよ、ここがやっぱりリア選手の9枚9枚刺してパーセント貯めていっちゃう。おお、ハイカルミッチタイム。なるほど、400。さあ上京から、おっと、これはこれはこれは行ってしまったバースト。これがベヨネッタだぞ。先行したのはディア選手、見せてきました。ベヨネッタサッチコン、パーセント全然ディディ有利でしたけどね。それでもやっぱりサッチコンの前には何があるか本当に分からない。ここが取っていきたいですね。さあ、おっとジャンプ上がりにしっかり合わせて、うまいですね。ディディが少しバースト力に欠けるところがあるので、さあその辺をどうカバーしていくかというような、相手に嫌な立ち回りに、おっと、僕、ESマーカップ取った。しっかり見ている。ほぼほぼイーブンでしょう。もう状況、それで全力。さあ、それで全力。判定が残ってしまって、上級、上級パーセント下がって34。あっという間ですね。早い。もう下強で、ベアネッタ側も結構距離取ってても、パーセント下がり方はいくらでもあるので、ビディはそれどうやって距離を取ったところを嫌に刺していけるか、そのあたりがさあさあ9枚28%。さあ掴んでいる。オーケーフィルムで上がらず28%。さあ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 、カナダ大丈夫ね。おっ、カナダ掴んでいた。怪しいコンボを狙って見ます。おっと、9枚刺さった。さあバナナはそのまま掴んであげる。お状況バナナを見せていく。さあ、お互いちょっと怖いですね。バナナがあると、ヨネッタも結構横ビートが出しにくくなるので、その辺が抑止力になるので、そうですね。それをどうやって見せていくか。うまいこと。おっと、今ちょっと打ちたいのとかって。さあ、打ちたいのとかって。流れが変わってしまうかもしれない。このパーセントです。いえ、なるほど。ここで、下京。歩き。下京。下京。おお、なるほど、甘い。空上に着地して、おお、攻撃出していた。嫌いな立ち回りをしていく。いいやベヨネッタ。その辺やっぱりうまいですか、リアさんは。そうですね、結構なんか相手にしたら嫌な立ち回りを結構なさることが多いので、非常にどうやって打ち勝って自分の立ち回りを攻めていけるのか、なかなか難しい。そうですね。さあ、おっとガードして、あ、これはこれは恐ろしい。ああ、危ない。何があるかわからない。お互い、触ってしまったら死ぬ技がいくつかある状況でございます。勉強が上手。この辺勉強が上手。勉強の暮らしが大変。フリップして逃げていく。お互い大上に。さあ、何も食らいたくない。眺めていきたい、この時。バナナ投げて。もう嫌な状況、空前出して。生きている。まだ生きている。私はここよと。まだ生きている。4ばかりに。あ、なるほど。さあ、これは横 B 刺して、さすがに危ない。あっ、おっと、生きている、まだ生きていた。
長生き、非常に長生き、さすが500歳。さすが魔女。あ、なるほど。うわ、ちょっと許してくれ。お互いに読み合いが。あめ。技の被せ合いが始まっている。この状況。あ、これディディの植木はでももう。そうですね。ますね。お互いちょっと何かいく技引っ掛ければっていうような状況ですね。ベヨネッタの空、じゃあ空境、空境でももう危ない。ちょっと空境でももう死んでしまうような。あるいは捕まった。落ち込みは空間で刺して。あーもうしかし次はないでしょう。上 B かな。しかしてスポンキュちょっとこのパスで合わない。そうですね、スポンキュはスポンキュにならないです。まあ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 、ギリ下今日ちょっともうパーセント溜まりすぎて機能しないです。うわー、上座る返していく、引っ掛けて返していく、ウェルカリウェスマ、ウェスマにはウェスマだと言わんばかりの。お互いいいタグを狙っていったが通ってしまったな、ユリカディディの上スマ。あれ決まったら相当気持ち悪いでしょうね。そうですね。お互い攻めあぐねて、やっぱりここで攻めたいという気持ちがあっての上スマだったんでしょうか。その辺やっぱさすがでしたね。そうですね、